突然ですが、番組のスタートはこれ、教えてももクロ先生。あ、なかったね。はい、こんな質問が届いています。ももクロの皆さん、ボンジュール。ボンジュール。食いしん坊のしおりちゃんに質問です。はい。ピラフとチャーハンの違いは何ですか。かなこちゃん大好きっ子さんからの質問です。あ、私でよかったかな。ありがとうございます。違かったね。私もあれと思って、しおりちゃんに質問するんだなって。てっきり私惜しかったもんじゃない。ごめんね、ごめんね。勘違い、勘違い。じゃあ、あくまでもかなこちゃん推しからの質問です。あ、なるほど、なるほど。そこをじゃあ心に入れた上で考えますね。ちょっと手抜きな朝でもいいよ。分かった。うん。ピラフとチャーハンの違いでしょ、うん、自分で考えるの。言うと思った言うと思ったでもしこれが、しおりちゃん推しの人からの質問だったら。あ、そっちのパターン、うん。ですね、ピラフとチャーハンの違いは、やっぱりピラフっていうのは、あの、顔も違う。彩りが、鮮やかだと思うんですね。うんうん、あの、グリーンピースが入ってたりとか、うん、あの、人参が角切りで入ってたりとか、はいはいはい、なんかすごく鮮やかなイメージなんですよ。うんうん、でもチャーハンは、やっぱ炒める。もう、うん、もう美味しさ勝負みたいなとこがあって、やっぱ炒めて、まあ、茶色いのがチャーハン。あ、なるほどね。色ね。コントラストが明るいか暗いかみたいな。あ、でも。暗めがチャーハン。明るめがピラフ。わかるかも。そうでしょ。ちょっと。あと、チャーハンはレンゲで食べる。ピラフはスプーンで食べる。あー、なるほどね。ね。わかるわかる。わかるでしょ。うん。あの、すごいレンゲで食べるの謎じゃない。確かに。なんかでもレンゲさん、ラーメンからの流れって感じするよね。ちょっとさ、レンゲだとさ、口がさ、下まで、あの、なんかさ、あの、底面にさ、ご飯粒が残るじゃん。だからあれさ、レンゲ全部口の中入れるわけにいかないじゃん。ベロで、こうやって。わかる、めっちゃある。わかる。レンゲあるある、ね。レンゲある。ももいろクローバー、せーん、ももクロクローバー。ももクロクラブにようこそ。私たち今いるアイドル、週末ヒロイン、ももいろクローバー Z。 それでは今夜のメンバーの一人だけ全力自己紹介。それではアリーどうぞ。一人だけ、うん、ずるくない。いいけど。いくよ。お肌のお手入れ、キュ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 。アリーのほっぺはプニ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 ピチピチでしょ。ピチピチやりづらいな。はい、ちょっぴりセクシーでお茶目なももクロのアイドル、アーリンこと佐々木彩香です。じゃあしおりん。はい、しおりんのあいうえお作文、イエーイ。それでは皆さん一緒に手拍子お願いします。せーの、しおりんのしー。叱らないで。しおりんの怒らないで。しおりんのりー。リズムに乗って、しおりんの今日も一緒に、レッツももクロちゃん。はい、泣き虫の甘いものみんなの妹、しおりんこと玉井しおり、18歳の高校3年生です。よろしくお願いします。あ、いくつ、何歳ですか ?18 歳の高校3年生です。よろしくお願いします。おー、高校3年生。やったということで、はい、こういう二人で、一人すごいハイテンションなんですけど、今日はちょっと、よろしく、一生懸命、私は私なりに頑張りたいと思います。それでは、今回もね、この番組のために用意された秘密の館からお届けしていきますが、この番組、ももクロクラブは会員制です。はい。会員じゃなくても聞けますが、実は会員制です。うん。メールで紹介されるとメンバーになれちゃいます。ということで、今夜もたくさんメールが届いています。ありがとうございます。ありがとうございます。では、メール紹介3つの起きて、せーの。言えない、できない、思いつかない、スリーナイリアクション禁止。それでは、メールボックスオープン。ラジオネーム、ひまじん Z さん。からの、メールです。ももくろちゃん、こんばんは。こんばんは。最近、約5年使っていた財布がボロボロになってしまったので買い替えました。さすがに、5年も使うと愛着が半端ないです。ももくろちゃんたちは長年使ってるものはありますかということで。ああ。なんだろうな。なんだろうな。私は、下敷き。うん。小学校を、3年生から使ってる。すごいじゃん。お友達とお揃いで、すっごいベコベコなんだけど。ベコベコなんだけど。ベコベコなんだけど。本当に。でもなんか、割れないから、なんか、買い替えるのかどうかわかんなくて。下敷きってあんま買ったことないかも。そうそうそう。うん、あの、
なんかでもらえるよね、だって学校にいると。もらえる。もらえたりするし、うん、そう。一回買ったら買うことないね。そう。だしさ、まあ、そこまで別にさ、なんだろう。使わない?そう。いや、でも渡しないと書けないんだよね。嘘でしょ?大丈夫だよ。あと一年しか使わないからさ。なんなの?卒業したからってそれさ。ごめんね、私だけなんか JK で。いやいや、別に。JK でごめん。別にそんなこと思って、ごめんね、なんか社会人で。一人だけなんか学生でごめんね。え?逆にごめんね。なんなのこれ?タマさんは?長年使ってるものか。なんだろうな。何々が、昔から使ってる毛布がないと寝れないとかもないし。私寝れない?ぬいぐるみとかもないし。でもランドセルとか捨てれないよね。ああ、私も残ってる、ね。残ってるよね。うん。あと、中学のジャージとかもこの間出てきたけどね。捨てれない。ジャージか。いや、あ、捨てれないタイプ。捨てれない。あ、でも学校のもんって捨てれないよね。なんであれ。わかんないけど、片付けていろいろ出てくるじゃん。うん、出てくると、今まで全然使ってないとこに置いてたくせに急に大事に思い出すの。あ、これはやっぱ大事だね。今までさ、半年ぐらい使ってなかったもんだからさ。てかもはや、あったんだみたいなものなのにさ。急に大事になってくるよね。わ、うん、かる。こんまり先生に怒られる。ねえ。もうさ。片付けようと思って、今も片付けようと思って。うん、今、お掃除中お掃除中なんだけど。うん、なんか捨てれないよね。ねえ、でも捨てなきゃダメなんだよね。そうなん、片付かないんだよね。うん。いや、まずは捨てるとこからさ。わかった。うん、じゃあ今度10年後に長年使ってるものはって言われた時に、うん、なんか、出てくるようにするわ。うん、OK、うん。じゃあ続いていきましょうか。はい。続いてメールボックスオープン、うん、じゃあ、次は、これにしまーす。本当にそれにすんの?え、じゃあこっちにするよ。うん。突然ですが、ラジオネーム、コンギツネさんからいただきました。コン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 ももクロの皆さん、こんばんはこんばんは突然ですが、小さい頃迷子になったことありますか?あー。その結末を覚えていたら教えてください。迷子か。迷子か。え、なんかさ、あれ、ピンポンポンポン、玉井しおりさんがってやったことある?多分やられたことある。マジで?うん。ね、小さい頃?全然覚えてないんだけど。うん、ショッピングモールかな、お兄ちゃんと二人でセットになって、迷子だった。え、ただいしおりさん、お兄ちゃんと、うん、そう、多分二人セットだったと思う。二人セットで迷子。二人セットで。頼りないお兄ちゃんだな。そう、一郎ちゃん本当に頼りないんだって。だって、最近思ったの、お兄ちゃんちょっと成長したの。うん。今まではなんかお店とかで、うん、お水くださいとかいうの全部言わされてたの。ああ、シャイだもんね、お兄ちゃんね。うん。あとはなんか店員さんにこれありますかとか聞くときに、うんうん、もう、全部言わされてたの。うん、この間、久しぶりに家族でご飯食べたら、うん、おすいません、お水ください。成長したんだよそれが最近の、あれ。お兄ちゃん話。お兄ちゃん話。なん、迷子話。違う、迷子話か。迷子ないな。なんだろうね。あるいや、ちっちゃい頃は、もうママとさ、ずっと一緒にいたから迷子になることがまず、そうだよね。ない。ママが迷子みたいな感じする、逆に。それはない。もはや、もはやママが迷子だわ。もはや、ママが迷子。うん。でも、私は割と方向音痴。ああ、わかるかも。でも駐車場とか。あ、私もわかんない。スタジオとか、全然覚えらんない。あ、でも私は、迷っても焦らないタイプ。ああ、冷静に対処できるタイプ。冷静っていうのかな?うん。いずれ着くんじゃねみたいな。ああ、そうね。うんうん。うんうん。で、レニちゃんは一人で、迷う、テンパるじゃん。そう。集合に遅れちゃうすごいさ、すごい。集合に遅れることに対してさ。大丈夫だよ。5分もあるんで、あとみたいな。うん、そうそう。すごいよね。だって基本30分前だもんね。すごい早いんだって、レニちゃんの行動。うん。そうそう。ね、なんか焦ってるよね、迷うと、うん。でも、メンバーだと誰だろう、迷子になりやすい。なんかイメージだとモモカとかなってそうだけどね。どこだどこだみたいな。確かに。あ、でも私、日本放送来れないもん。ああ、駅からね。うん、駅から日本放送。うん。じゃあ、なんか一回さ、みんなで集合して行ったことなかった?あったっけ?え?みんな、うちら5人だけでってこと?うん。あったっけ?なかったっけ?わかんなくて場所が。そう。こう、わかんない奴が5人集まったところでですね。確かに。行けるわけじゃない。そうだね、方向。うんまあダメだね。かかみさんぐらいしかダメだね。そうだね。まあ基本連れてってくれるからね。ふるちゃんとかかかみさんがね。大人になったら考えよう。そうだね。今んとこ、問題はありません。ありません。特に困ったことはありません。はい、オッケー。オッケー。ってことで、今日メールを紹介した人には、うん、私たちが手書きで名前を書いてナンバリングした、ももクロクラブのメンバーズカードをお送りしますので、楽しみに待っていてください。さて、番組ではラジオの前のあなたからの参加を待っています。
私たちにやってほしいこと、質問&疑問、悩みの相談、どんなことでも構いません。39リアクション禁止で全力紹介しちゃいます。住所と本名を忘れずに書いてください。メールのアドレスはももクロアットマークオールナイトニッポンドットコム、全部小文字で MOMOCLO アットマークオールナイトニッポンドットコム。すごい気合い入れたね。詰まってる。詰まってる。ということで皆さん、たくさんのメールを待ってまーす。それではここで一曲聴いていただきましょう。ももいろクローバー Z で君の後。日本放送をキーステーションに全国ネット、ももいろクローバー Z、 ももクロクラブ。今夜はこの二人でお送りしています。はい、ちょっぴりセクシーでおちょめなももクロナイドルアーリンこと佐々木彩香です。はい、泣き虫で甘えん坊のみんなの妹玉井しおりです。さて、私たちはさっきいた場所から移動しまして別の部屋の前に来ております。はい、ももクロクラブはいろんな部屋が用意されていて、そうですね。今夜は、はい、ここです。あ、ここですね。はい、伝説の部屋。おー、ということでいつもの呪文で扉を開けます。せーの、ウーブロンラポルト。部屋の中にはですね、机が一つ、その上には分厚い一冊の本がございます。そうです、この部屋はこの本に自分たちで自分たちの伝説を書き込んでいって、ももクロ Z 伝説を完成させようというわけですが、が3月といえば卒業シーズンですよね。あれまあ、はい、はい、そう言ってる私もなんと高校を卒業しました。おめでとう。ありがとうございます。泣くなって。これでもほんまガチ冗談抜きで泣けてくるんだよ。泣いちゃうよ、泣いちゃうよ。ということで、あ、ちょっと待って、ちなみにこの春高校を卒業するアイドル5人の一度きりの卒業アルバムが完成。卒業という一大イベントを迎え、貴重な制服姿を一人約20ページのボリュームで綴るメモリアルな一冊、グラデュエーション、高校卒業が発売になってます。よければ買ってください、見てください。激安の1800円です。それってもしかして、玉井さんが、表紙を。そうなんです、そうなんです。玉井くんが表紙やってるんで、多分本屋さん行ったらすぐ見つかると思います。はい、わかりました。ぜひ見てください。貴重な制服姿。あ、でも、いや、可愛かった。可愛かった？可愛かった、見た。よかった。なんかフィギュアスケートみたいなのやってた。あ、そう。ちょくちょく2ページぐらいフィギュアスケート。そう。ということで、今夜書き込む伝説は、これ。ももクロ卒業伝説。卒業についての伝説。まあ、はい、幼稚園、小学校、中学校、そして高校、何でもいいんですけれども、卒業についてエピソードをお願いしますよ。まあ、この間の卒業式の話でも何でもいいんで。てか、ついにさ、ももクロは学生が一人になるんですね。JK！ 信じられないんだけど。私だけ？そうでしょ、みんなそんなおばさんだったの。うぜえ、こいつ最後に残しとくて。ごめん。昔くん、この人最後に残しときたくなかった。JK！ あと1年もあるな。でも多分、他の4人が JK じゃなくなると、自分も早く卒業したくなるもんなんだって。絶対なる。なるでしょ。だってまた一人もってたもん。いつもそうだもん。そうだったね。中学の時もそうだったもんね。うん、そうだった。早く高校生になりたかった。懐かしいな。懐かしい。よっしゃ。ってことで。じゃあ、兄から行きな。いいんですか？じゃあ早速いきます。佐々木彩香卒業伝説。卒業でしょ。小学校は何だったんだろうな、全然思い出せないね。でも全然寂しくなかったの、まあ大体メンバー一緒だったし、中学と小学校だからなんか寂しくなくて、気づいたら卒業してて、でも早く制服が着たかったの、とりあえず。わかる、で中学の卒業式は泣いた。式では泣かなかったけど、終わって、教室帰って、先生の話聞いて、あ、もう、あ、やばいってなって、仲良しの子とお家まで一緒に帰って、バイバイするときに大号泣した。そこでか。うん。そこでか。そう、なんか、すごいね、雨だったの、卒業式の日が。で、なんか、終わった後もあんまりこう、だからワイワイできなくて、
もう帰ろうみたいなみんな、うん、雰囲気で、二人で帰って、雨の中大号泣して、ちょっとなんかドラマチックでしょ？ドラマチックだね。雨の中大号泣。傘とかこうやってやったら、傘とかさ、じゃあ、傘をしたかったけど、うん、そんな勢いだった。あ、そんな勢いだった。もうね。シチュエーションバッチリじゃん。バッチリだった。いつも二人が待ち合わせしてる場所でね、うん、バイバイするのが寂しくて寂しくて、うん、別に引っ越しちゃうわけでもないし。そうだね、会えるわけでもね。そう、別に会おうと思えばさ、全然今でも会うんだけど、でもね、寂しかったの、すごい。ね、そう、それが思い出かな。うん、あとは、やっぱ、卒アルを、の写真撮るのがすごい緊張した思い出もある。するする。やっぱりさ、あれ見れるのってさ、出来上がってからだ。そうそう、あのさ、ね、やっぱさ、可愛く写りたいじゃん、やっぱ。一生もんじゃん、あれは。これ、出来てきた時、え、え、嫌だよ。しかもさ、まあ、一応さ、ももクロじゃん。まあ、なんかあんまり不細工だったやじゃん。ね。衣装もだからね。そうそう。だからすごい緊張したのも、なんかめっちゃこうやってさ。やるやる。みんな気合い入れてさ、髪の毛とかさ、溶かしたりさ、するじゃん。うん、赤リップ塗ったりとかね。そうそう。やってやってやった。やってたなーっていうのが、思い出。かな？うんうん。じゃあ続いて、玉井さんお願いします。はい。いきます。玉井詩織卒業伝説。ということで私は先日、うん、本当に高校を卒業しました。ついにだね。ついに高校を卒業した。なんかね、実感がない。まあ、それはいきなりね。実感がないっていうのもあったけど、うん、でも私卒業式毎回泣いてんの。ああ、そうなんだ。幼稚園も小学校も中学校も泣いてるし、うん、高校でも泣いたし。うんうん、ね、やっぱ泣いちゃうよ、ね。泣いちゃうよ。式で泣いちゃうタイプ。でも結構式で泣いちゃうタイプよ。式で泣いちゃうタイプ。式の、前半ぐらいまではすごいみんなで笑ってたの。うん、卒業するとき一人一人担任の先生がさ、名前呼んでくれて、うんうん、はいって言いながら立ち上がるの。うんうん、それを、大きな声の人とかいて、うん、今のいいねとか言って、うん、すごいみんなで笑いながら。大きい声で言ったちゃんと。はいまあ、いい感じ、いい感じ。ちょっとはいとか言うから、だから。え、そんな人いんの？いるいる。はいって。いるいる。いいなぁ。だけど、それでなんか笑ってたりしたんだけど、仰げば尊しを歌った瞬間にもうみんな泣き出しちゃって。周り泣くとね。もう、それで、うん、あーと思って、あー卒業なんだと思って。うん、泣いちゃうよね。仲良かった先生に、うん、卒業式の後呼ばれて、うん、行って、なんかすごいそこで、なんかいろいろ。思い出話。思い出話みたいなのをしてくれたりとかして、それでなんか一緒に泣いてて、で、友達が待っててくれたんだけど、外で。うんうん、待つ泣いてんのとか言って。で、一回泣いちゃうと結構ダメになる。ダメだよ、ね、なるじゃん。もう、スイッチ入っちゃうよね。友達からもらった手紙とか読むと、うん、もうすぐもうダメだ、ダメだ、とか、あと卒業アルバムに書いてもらったりとか読んで。それもやばいよね。卒業しました。卒業式の後、もう一週間ぐらいずっと見てた卒業アルバム。わかるわかるわかる。毎日のように家帰って見てた。でも書いてもらってる時は絶対見たくなかったの、私。わかる。だから本当に家に帰るまで見てなくて。うん、それで家帰ってから見て。いやでも実感がない、まだない。やっぱないよね。うん。やだな、卒業したくないよ、たまさん。大丈夫、その時期は、ちょっと、あ、教えてあげるね、これ。うん、多分ね、高3を経験した人ね、みんな言える話だ。うん。高3になる瞬間に卒業嫌だってなるのね。すごい嫌だ、今。嫌でしょ、うん、嫌だ。私もすごい嫌だったの。そうだよね、かのこちゃんの卒業式泣いてたもんね。私、かのこの卒業の写真を見せてもらって、うん、えって書いてなくて、一人で泣いてて。かのこちゃんがちょっと目ボンボンに腫れてる友達との写真とか見て、泣いてて、たまさんが。そこですごい卒業が嫌になって。嫌だ、うん。嫌だよ。なるんだけど、夏ぐらいになると、結構早く卒業したくなる時がある。で、また10月ぐらいに文化祭とかになると、また卒業したくないってなって、そっから何回か卒業したい、卒業したくないみたいなのが、揺れて卒業するときは、多分実感がないと思う。なるほどね。時間ない。でも泣くと思うな。だって高校終わった時点で制服がなくなるっていうだけで悲しくない？悲しい。うん、すごい悲しかった。そうだよね。悲しいなぁ。卒業しちゃったよ。まあでもおめでとうだもんね。そうだね。社会人じゃん。社会人だよ。社会人だよ。いいの、タマさん。私変わるね、じゃん。お！大人宣言？はい。お。社会人。うん。まずどうする？まずどうしよう。でもさ、やっぱ大人の女性にさ、なろうよ。そうそうそう。だけど、私今年で19歳なのね。うん、まずさ、寝癖直そうよ。ごめん。まず寝癖直す。やっぱそこだよね。私もそっから頑張る。ありがとう。なんか言ってくんねえじゃん、直した方がいいと思う。まず寝癖直す。うん、
あと、やっぱちょっとメイクもしてみる。あ、ちょっとメイクもしてみる。ちょっとやっぱ、ビューラーしてマスカラしてぐらいもして、やっぱいい匂いとかしちゃう？いい匂いとかもしてみる。分かった。しちゃう？あとなんだろうね。ちょっと髪の毛巻いちゃったりさ。なんか、アレンジとか上手い人になりたいな。あー、いいな。っていう、私は高校生からアドバイスをもらってるんだよ。そう。本当だよ。そうだった。ありがとう。頑張ろう？頑張ろう。大人宣言。大人宣言。ということで。まあ、思い出深い卒業式になりましたよ。ね、すごく。よかった、よかった。ありがとうございます。ということで、二人の伝説を聞き終わりましたけれど。まあ、やっぱ、たまさんじゃない？卒業したばっかだし、残すのは。本当？いいの？うん。じゃあ、来年はアリーのね。あ、わかった。じゃあ、来年は私の残してくれる？わかった。アリーのね、来年は。よろしくお願いします。内容次第で決めるから。いい卒業式になりますよね。なんか面白いことありますよね。面白いことかなんか、ありそうな。あ、私、あるよ、面白いこと。今思い出した。今なんか、卒業式の日に二つ後悔が残ったの、私。うん、まず、もうタオルを持ってったのね。絶対泣くと思ったから。うん、みんなは結構折りたためるハンカチタオルみたいなの持ってきちゃう。うん、私一人だけ言うとフェイスタオルみたいなの持ってたから、みんな卒業式に持ってくのに、ポッケに入れるの。うん、私も頑張って畳んでポッケに入れたら、なんかパンパンになっちゃって。恥ずかしい。ずっとあのねね、これ気になる、これ気になる。集中できないじゃん。それが今回一つと、うん、もう一つは卒業式の日だから、うん、せっかくだから綺麗なコンソを履いていきたいと思って、うん、できるだけ綺麗なコンソ選んで履いたの。うんで、学校に行ったら、私みんなよりコンソがすごく短くって。なんで今日に限ってそんな短いの？あれとか大丈夫だと思ったんだけど、比べるとすごい短くって。それが二つの後悔。コンソの長さと、タオルの大きさね。うん、そうそうそう。でもなんか、変に着飾ろうと思わないで。やっぱそうだよね。言われた。変に格好つけようとするからだよ。だよね。できるだけ伸ばしたんだけど、ダメなんだ。恥ずかしい。あと、あともう一個あった。もう一個まだあんの？雨だったんだけど、うん、傘をなくしちゃってちょうど、うんで、家にあった傘を持ってったの。うん、お、綺麗な傘あるじゃんと思って。うん、で、パッて開いて、帰りに友達と学校から出るってなった時に、うん、傘開いたら、骨が折れてた。人、ベロベロって。もう、結構前だね。ちょっとのことでも結構後悔に思えてくるから、うん、来年気をつけてね。わかった。うん、頑張ります、うん、ってことで、以上、伝説の部屋でした。桃色クローバー、せー、桃黒クラブ。お送りしてきました、桃黒クラブ。そろそろクローズのお時間です。早かった。楽しかった。最後の最後で盛り上がっちゃったね。あと考えると思い出せないんだよね。だってさ、喋ってると出てくるよね。そう。うん。分かった。じゃあ、今年はそういうのをパッと思いつけるように、ちょっと話のネタを、うん。頑張って、キャッチしとくよ。そうやね。やっぱネタ上さ、またこれまた去年も書けなかった。そうだったのに。あの、ずいぶん前に配られたよね、書いたの、ネタ帳書けって。私、1ページ書いたか書いてないか。ダメだよ。3つぐらいしか書いてないよ。それもね、ありやすだけ結構使ってるよ。やめて、マジでクソマジで。いや、でもさ、実用知ってるとこ見たことないけどね。見たことないけど。次書きためて。日記みたいな。わかる、日記にしてんじゃない、もう。やばい。ちょっと今度有吉とさ、二人になったら聞いてみよう。ネタ帳話掘り下げてみよう。そう。ということで、ももクロクラブではメンバーを募集しています。メンバーになりたいというあなたは私たちへの質問、悩みの相談、こんなことしてくれというお願い、どんなことでも構いません。メールで番組に参加してください。番組でメールを紹介した方には、私たちが手書きで番号や名前を書いたメンバーズライセンスをプレゼントします。住所と本名を忘れずに書いてくださいね。メールのアドレスは momoclo@allnightnippon.com。 ももクロ @allnightnippon.com。 それでは来週もこの時間にラジオも全力ももクロクラブでね。バイバーイ。するないよね。なんであれ。わかんないけど、片付けていろいろ出てくるじゃん。うん、出てくると今まで全然使ってないところに置いてたくせに急に大事に思えてくるの。あ、これはやっぱ大事だね。今までさ、半年ぐらい使ってなかったもんだからさ、てかもはやあったんだみたいなものなのにさ、急に大事になってくるよね。わかる。こんまり先生に怒られる。ね。もうさ、片付けようと思って今も片付けようと思って。うん、今お掃除中。お掃除中なんだけど。うん、なんか捨てれないよね。ね、でも捨てなきゃダメなんだよね。そうなん、片付かないんだよね。うん。いや、まずは捨てるとこからさ。分かった。
じゃあ今度10年後に長年使ってるものはって言われた時に、なんか出てくるようにするわ。オッケー。じゃあ続いていきましょうか。はい。続いてメールボックスオープン。うん。じゃあ次はこれにしまーす。本当にそれにすんの？え、じゃあこっちにするよ。うん。突然ですが、ラジオネーム、こんぎつねさんからいただきました。こん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 ももくろの皆さん、こんばんはこんばんは突然ですが、小さい頃迷子になったことありますか？あ、その結末を覚えていたら教えてください。迷子か。迷子か。え、なんかさ、あれ、ピンポンポンポン、玉井しおりさんがってやったことある。多分やられたことある。マジで？うん、でね、小さい頃？全然覚えてないんだけど。うん、ショッピングモールかな。お兄ちゃんと二人でセットになって、迷子になった。え、ただいしおりさん、お兄ちゃんと、そう、多分二人セットだったと思う。二人セットで迷子。二人セットで。頼りないお兄ちゃんだな。うちの兄ちゃん本当に頼りないんだって。だって、最近思ったの、お兄ちゃんちょっと成長したの。うん。今まではなんかお店とかで、うん、お水くださいとかいうの全部言わされてたの。ああ、シャイだもんね、お兄ちゃんね。うん。あとはなんか店員さんにこれありますかとか聞くときにも、うんうん、全部言わされてたの。うん、この間、あの、久しぶりに家族でご飯食べたら、うん、おすいません、お水ください。成長したんだよそれが最近の、あれ。お兄ちゃん話。お兄ちゃん話。な、迷子話。違う、迷子話か。迷子ないな。なんだろうね。ある？いや、ちっちゃい頃は、もうママとさ、ずっと一緒にいたから迷子になることがまず、そうだよね。ない。ママが迷子みたいな感じで逆に。あ、それはない。もはや、もはやママが迷子だわ。もはやママが迷子。うん。でも、私は割と方向音痴。ああ、わかるかも。あの、駐車場とか。あ、私もわかんない。スタジオとか、全然覚えらんない。あ、でも私は、あの、迷っても焦らないタイプ。ああ、冷静に対処できるタイプ。冷静っていうのかな？うん。いずれつくんじゃねみたいな。ああ、そうね。うんうん。うんうん。で、レニちゃんは一人で、あの、迷う、テンパるじゃん。そう。集合に遅れちゃうすごいさ、すごい。集合に遅れることに対してさ。5分もあるんだよ、あとみたいな。うん、そうそう。すごいよね。だって基本30分前だもんね。すごい早いんだって、レニちゃん。突然ですが、番組のスタートはこれ。教えて、ももクロ先生あ、なんかダメ。はい、こんな質問が届いています。ももクロの皆さん、ボンジュール。ボンジュール。食いしん坊のしおりちゃんに質問です。はい。ピラフとチャーハンの違いは何ですか？かなこちゃん、大好きっ子さんからの質問です。あ、私でよかったかな。ありがとうございます。違かったね。あっちもあれと思って。しおりちゃんに質問するんだなって。てっきり私惜しかったもんじゃない。ごめんね、ごめんね。勘違い、勘違い。じゃあ、あくまでもかなこちゃん推しからの質問です。あ、なるほど、なるほど。そこを、じゃあ、心に入れた上で考えますね。ちょっと手抜きな朝でもいいよ。分かった。うん。ピラフとチャーハンの違いでしょ、うん、自分で考えるの言うと思った言うと思ったでもしこれが、しおりちゃん推しの人からの質問だったら。あ、そっちのパターン、うん。ですね、ピラフとチャーハンの違いは、やっぱりあの、ピラフっていうのは、あの、顔も違う。彩りが、あの、鮮やかだと思うんですね。うんうん、あの、グリーンピースが入ってたりとか、うん、あの、人参が角切りで入ってたりとか、はいはいはい、なんかすごく鮮やかなイメージなんですよ。うんうん、でもチャーハンは、やっぱ炒める。もううん、もう美味しさ勝負みたいなとこがあって、やっぱ炒めて、まあ、茶色いのがチャーハン。あ、なるほど、色ね。コントラストが明るいか暗いかみたいな。あ、でも。暗めがチャーハン、明るめがピラフ。わかるかも。そうでしょ？ちょっと。あと、チャーハンはレンゲで食べる。ピラフはスプーンで食べる。あー、なるほどね。ね。わかるわかるわかる。でしょ？うん、あの、すごいレンゲで食べるの謎じゃない？確かに。なんかでもレンゲさんからの流れって感じするよね。ちょっとさ、レンゲだとさ、口がさ、下まで、あの、なんかさ、あの、底面にさ、ご飯粒が残るじゃん。あれさ、レンゲ全部口の中入れるわけにいかないじゃん。ベロで、こうやって。わかる、めっちゃある。わかる。レンゲあるあれ、ね。レンゲある。ももいろクローバー、せーももクロクローバー。ももクロクラブにようこそ。私たち今いるアイドル、週末ヒロイン、ももいろクローバー Z。 それでは今夜のメンバーの一人だけ全力自己紹介。それではアリーどうぞ。一人だけ？ずるくない？まあ、いいけど。いくよ。お肌のおっていいレッキュ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 ッ
アーリンのほっぺはプニプニ。プニプニピチピチでしょピチピチ。やりづらいな。はい、ちょっぴりセクシーでおちゃめなももクロのアイドル、アーリンこと佐々木彩香です。じゃあ、シオリン。はい。これ。そうそう。ね、焦ってるよね、迷うと、ん。でも、メンバーだと誰だろう迷子になりやすい。なんかイメージだとモモカとかなってそうだけどね。どこだどこだみたいな。確かに。あ、でも私日本放送来れないもん。あー、駅からね。うん、駅から日本放送。うん。じゃあ。なんか一回さ、みんなで集合して行ったことなかった？あったっけ？え？みんな、うちら5人だけでってこと？うん。あったっけ？なかったっけ？わかんなくて場所が。そう。こうわかんないやつが5人集まったところでですね。確かに。行けるわけじゃない。そうだね、方向。うんまあダメだね。かかみさんぐらいしかダメだね。そうだね。まあ基本連れてってくれるからね。ふるちゃんとかかかみさんがね。大人になったら考えよう。そうだね。うん、今んとこ、あの、問題はありません。ありません。特に困ったことはありません。はい、オッケー。オッケー。ってことで、今日メールを紹介した人には、うん、私たちが手書きで名前を書いてナンバリングした、ももクロクラブのメンバーズカードをお送りしますので、楽しみに待っていてください。さて、番組ではラジオの前のあなたからの参加を待っています。私たちにやってほしいこと、質問&疑問、悩みの相談、どんなことでも構いません。スリーナイリアクション禁止で全力紹介しちゃいます。住所と本名を忘れずに書いてください。メールのアドレスは、ももクロアットマークオールナイトニッポンドットコム。全部小文字で、MOMOCLO アットマークオールナイトニッポンドットコム。すごい気合い入れたね。詰まってる。詰まってる。ってことで皆さん、たくさんのメールを待ってまーす。それではここで一曲聴いていただきましょう。桃色クローバー Z で君の後。日本放送をキーステーションに全国ネット、桃色クローバー Z、 桃クロクラブ。今夜はこの二人でお送りしています。はい、ちょっぴりセクシーでおちゃめなももクロのアイドル、アーリンこと佐々木彩香です。はい、泣き虫で甘えん坊のみんなの妹、玉井しおりです。さて、私たちはさっきいた場所から移動しまして、別の部屋の前に来ております。はい。ももクロクラブはいろんな部屋が用意されていて、そうですね。今夜は、はい、ここです。あ、ここですね。はい。伝説の部屋！おぉ！ということで、いつもの呪文で、扉を開けます。せーの、ウーブロンラポルト！部屋の中にはですね、机が一つ、その上には、分厚い一冊の本がございます。そうです、この部屋はこの本に自分たちで自分たちの伝説を書き込んでいって、うん、ももクロ Z 伝説を完成させようというわけですが、が3月といえば卒業シーズンですよね。あれまあ、はい、はい、そう言ってる私もなんと高校を卒業しました。おめでとう。ありがとうございます。泣くなって。これでもほんまガチ冗談抜きで泣けてくるんだよ。泣いちゃうよ、泣いちゃうよ。ということで、あ、ちょっと待って、ちなみに、この春高校を卒業するアイドル5人の一度きりの卒業アルバムが完成。卒業という一大イベントを迎え、貴重な制服姿を一人、約20ページのボリュームで綴るメモリアルな一冊。うん、グラデュエーション高校卒業が発売になってます。よければ買ってください、見てください。激安の1800円です。それってもしかしてあの玉井さんが表紙を、そうなんです、そうなんです、可愛い子が表紙やってるんで、多分本屋さん行ったらすぐ見つかると思います。はい、わかりました。ぜひ見てください。貴重な制服姿。あ、でもいや可愛かった、可愛かった、可愛かった、見たよかった。なんかフィギュアスケートみたいなやってた。あ、そうちょくちょく2ページぐらいフィギュアスケートで、そうということで、今夜書き込む伝説はこれ、ももクロ卒業伝説。卒業についての伝説。まあ、はい、幼稚園、小学校、中学校、そして高校。何でもいいんですけれども、うん、卒業についてエピソードをお願いしますよ。うん、まあ、この間の卒業式の話でも、何でもいいんで。てか、ついにさ、ももクロは学生が一人になるんですね。JK！ 信じられないんだけど。私だけ？そうでしょ、みんなそんなおばさんだったの。うぜえ、こいつ最後に残しとくて、ごめん。むかつく、この人最後に残しときたくなかった。ジェーケー、あと1年もあるな。でも多分、
他の4人が JK じゃなくなると自分も早く卒業したくなるもんなんだって。絶対なる。なるでしょ。だってまた一人持ってたもん。いつもそうだもん。そうだったね。うん、中学の時もそうだったもんね、うん。そうだった。早く高校生になりたかった。うん、懐かしいな。懐かしい。ということで。じゃあ、アリンから行きな。いいんですか？じゃあ早速行きます。佐々木彩香卒業伝説。卒業でしょ？小学校は何だったんだろうな。全然思い出せないね。でも、全然寂しくなかったの。うん、あの、まあ、大体メンバー一緒だったし、うん、中学と小学校。だから、なんか寂しくなくて、気づいたら卒業してて、でも早く制服が着たかったの。とりあえず。わかるわかるわかる。で、中学の卒業式は泣いた、うん。あの、式では泣かなかったけど、終わって、教室帰って、先生の話聞いて、あ、もう、あ、やばいやばいやばいってなって、仲良しの子とお家まで一緒に帰って、バイバイするときに大号泣した。そこでか。うん。そこでか。そう、なんか、すごいね、うん、雨だったの、卒業式の日が。うん、で、なんか、終わった後もあんまりこう、なんかワイワイできなくて、もう帰ろう。しおりんの、あゆえお叫ぶ。イエーイ。それでは皆さん一緒に手拍子お願いします。せーの。しおりんのシーン叱らないで。しおりんの怒らないで。しおりんのリリズムに乗って。しおりんの今日も一緒に。レッツももクロちゃんはい、泣き虫の甘いものみんなの妹、しおりんこと玉井しおり、18歳の高校3年生です。よろしくお願いします。あ、いくつ何歳ですか ?18 歳の高校3年生です。よろしくお願いします。おー、高校3年生やったということで。はいこういう二人で、あの一人すごいハイテンションなんですけど、うん、今日はちょっと。よろしく一生懸命、私は私なりに頑張りたいと思います。それでは、今回もね、この番組のために用意された、秘密の館からお届けしていきますが、うん、この番組、ももクロクラブは会員制です。はい。会員じゃなくても聞けますが、実は会員制です。うん。メールが紹介されるとメンバーになれちゃいます。ということで、今夜もたくさんメールが届いています。ありがとうございます。ありがとうございます。では、メール紹介3つの起きて、せーの。言えない、できない、思いつかない、スリーナイリアクション禁止。それでは、メールボックスオープン。ラジオネーム、ひまじん Z さん。お。からの、メールです。ひまじんなんだね。ももくろちゃん、こんばんは。こんばんは。最近、約5年使っていた財布がボロボロになってしまったので、買い替えました。お。さすがに、5年も使うと愛着が半端ないです。うん、ももクロちゃんたちは長年使ってるものはありますかということで。ああ。なんだろうな。なんだろうな。私は、うん、下敷き。うん。小学校を、3年生から使ってる。すごいじゃん。お友達とお揃いで、すっごいベコベコなんだけど。ベコベコなんだけど。ベコベコなんだけど。本当に。でもなんか、割れないから、ああ。なんか、買い替えるのかどうかわかんなくて。下敷きってあんま買ったことないかも。そう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 。うん、あの、なんかね、もらえるよね、だって学校にいると。もらえる。もらえたりするし、うん、一回買ったら買うことないね。そう。だしさ、ま、そこまで別にさ、なんだろう。使わない？そう。いや、でも私ないと書けないんだよね。嘘でしょ？大丈夫だ、あと一年しか使わないからさ。なんなの？卒業したからって、それさ。ごめんね、私だけなんか JK で。いやいや、別に。JK でごめん。別にそんなこと思って、ごめんね、なんか社会人で。一人だけ、なんか学生で、ごめんね。え？逆にごめんね。なんなの、これ。タマさんは長年使ってるものか。なんだろうな。何が、昔から使ってる毛布がないと寝れないとかもないし。私寝れない。ぬいぐるみとかもないし。でもあの、ランドセルとか捨てれないよね。ああ、私も残ってる、ね。残ってるよね。うん。あと、中学のジャージとかもこの間出てきたけどね。捨てれない。確か。いや、捨てれないタイプ。捨てれない。あ、でも学校のもんって